真っ白に輝くクリスマスケーキ。今年11月にオープン予定のケーキ店が作った白いティラミスです。こちらは香り豊かなホワイトチョコレートを使ったケーキ。ケーキの上には自慢のボンボンショコラが乗っています。クリスマスケーキのお披露目会、白いケーキが集まりました。今年のクリスマスケーキのテーマは白。北海道や雪をイメージした白いケーキの数々です。こちらのケーキは2種類のチーズを使ったチーズケーキ。白にこだわったため焼き加減が難しかったといいます。白ということで新進的に積もるですね、雪原を見えさせていただいて、お付けさせていただきました。下がベイクドチーズ、上がカマンベールのムースになってるんですけれども、柔らかめに作っておるので口溶けが最高にいい感じにお付けさせていただいております。最近では色鮮やかな映えるケーキが多い中、あえて白いケーキをテーマにしました。白いケーキが一番お客様求めてるんですね。実際にブランドさんに一番いい素材でブランドの世界観を表せるものを作ってほしい。で、原料高があるから高くなるのかなと思ったんですけれども、それほど大きく去年より値上げは皆さんしていないと、ものすごい頑張っていただいてるなっていうのが率直な印象です。中には小麦粉やいちごなどの価格高騰を受けて見た目を工夫したケーキもありました。こちらが裏に乗っているものが、バニラのマカロンです。ケーキの表面にいちごがなくてもパティシエの技術で華やかになるように工夫したといいます。直接的な意味で言えば、フルーツを、もちろん使っていないというのはありますけど、パティスリーならではのマカロンですとか、トリュフですとか、そういったものでよりこう加工して、いちごをすぐ乗せることは可能ですけど、そうはせず、より作り込んだという形ですかね。ウェブでの予約がスタートした今年のクリスマスケーキ。パティシエの創意工夫で手頃にケーキが楽しめそうです。